ここで台風情報をお伝えします。まずひまわりによる雲の画像からご覧ください。こちら現在の雲画像ですけれども、フィリピン付近にあります大きな渦巻き、これが台風18号に伴う雲となります。またもう一つありました台風17号ですけれども、今日の午前3時にベトナムの東海上で熱帯低気圧に変わりました。台風18号のこの後の進路ですけれども、フィリピンを通過後西寄りに進みます。この後強い勢力を維持しながら西寄りに進みまして、水曜日から木曜日にかけてベトナム、そしてラオス、さらにはタイ、こういった方面に進むというふうに見られます。日本からかなり遠いところを西に進みまして、日本への影響はないんですけれども、ベトナムなど再び大雨台風による被害が拡大する恐れがあります。この後も台風情報、インドシナ半島には十分な注意が必要ということになりそうです。以上、台風に関する情報をお伝えしました。